作文コンテストをきっかけにというタイトルで、受賞者の方々やですね、それから大学の先生にお話を聞いていきたいと思います。この保健師さんになら聞いてみようとか、この人だったら任せてみようっていうふうに思われるような存在になりたいなと思っていて、患者様本人だけでなくご家族の方の心のサポートができる信頼される言語聴覚士になりたいと思ってます。実際に自分の職業としてそういう道を選ばれたということが、非常に素晴らしいなというふうに思いました。多分この作品を寄せていただいた全ての皆さんにとって何か残るもの、これからにつながるものがあるのではないかなというふうに考えております。私たち審査員一同も生きる勇気や元気をもらうことができたと思います。山本彩香さんから作品を朗読していただきたいと思います。車椅子に乗るのは恥ずかしい。4年前中学入学のうちに車椅子に乗ることになった。私はマネチ筋肉が人よりも少ない難病で、体が大きくなるにつれて走ることやジャンプすること、階段の上り下り、長距離を歩くことなどができなくなった。しかしいざ生活してみると私の予想とは違った。周りの子は思ったよりすんなりと車椅子に乗った私を受け入れてくれたのだ。車椅子をそうかと言って押してくれた子、雨の日に濡れないように傘をさしてくれた子、ありのままの自分を受け入れてくれたということがとても嬉しかった。これまで受けてきた数々の好意や励ましに少しでも報いるため、社会の中でできることを探していきたい。それは私と同じ病気を持つ子どもたちが親元を離れ、4泊5日のキャンプを通し病気について楽しく学ぶというものだった。山登り、3日目はバーベキューと流しそうめん、4日目は牧場で牛の乳搾り、キャンプファイヤーをした。病気だから山登りなどの激しい運動はできない、病気だから好きなものを好きなだけ食べられないなんて、そんな固い偏見は私の中で消え去った。家に帰る途中、近くのサービスエリアで食事をすることにした。お手洗いへ行き注射を打とうと思ったその時、近くの席の子が私と同じ注射を自席で打っているのを見た。まるで病気を自分の一部としてさらけ出しているかのようでかっこよく思えた。よく見ると同じキャンプに参加していた年下の女の子だった。病気を受け入れられない1型糖尿病の子どもたちに伝えたい。できないことはないと。そこで告げられた病名は尋常性白斑。皮膚の色素がなくなり皮膚が白くなる病気だ。特に右耳の白斑はちょうど髪のある位置にあるため、そこだけ髪の色も白くなっている。ある日、仲の良かった友達が私の白髪に気づいた。案の定聞かれたから、病気で白くなったと返した。すると友達が言った。へえ、白い髪の毛、かっこいいね。初めて言われた。人は自分と違うところのある人と会ったとき、つい拒絶してしまいがちである。だが、それで本当に楽しいだろうか。お互いを認め合い、多様性を受け入れてみると、社会はきっともっと明るくなるだろう。私は寄付をすることだけで、カンボジアの皆が豊かになると考えていた。しかし、その場だけの貢献ではなく、大切なのは、これから生きていくための未来への貢献なのだ。そして現地に足を運び、
現状を知り、何が必要なのか、何があれば豊かな将来が切り開けるのか、その観点から協力することが大切なのである。私は断言する。障害者は社会の害ではない。そして私は不幸じゃない。私は今この命を生き抜こうと思う。それが描写や障害者、その家族も差別されず、誰もが平等に共に生きる社会を作るための私の役目だと思う。ご清聴ありがとうございました。令和元年11月30日国際医療福祉大学学長友邦、毎日新聞社社長丸山正弘、おめでとうございます。厳正な審査の中で受賞された皆さん、本当におめでとうございます。また学校賞の皆様、本当にありがとうございます。これで本日の表彰式を終わります。ありがとうございました。